僕バキバキ童貞ですね。どうもバキバキ童貞です。BL おびクイズ。おお。何ですか ？BL おびクイズ。BL 漫画ってまあ漫画って帯ついてると思うんですけど。はいはいはいですよ。結構 BL 漫画だと、はい、独自の表現とか、はいはい、結構変わったものがあったり。ほうほうほう。あったかも、ブックオフの時ね、見たかもしれない。うん。いや、BL のホビークイズにするんですか行くとこまで行ってますね。行きましょう、今どこまで行きましょう。はい、どういうことですかなんで、まあ、ちょっと面白いものがあるので、はい、当てていただこうということで。はいはいはい、はい。あ、これはでも BL ってやっぱ女性の理想ですから。はい、うん。これ当てたら結構、ああ、女の子に近づける気がする。そうですね、モテるかもしれない。ね。はい。はい。子供エンドロールという漫画なんですけど、これってもしかして、なら、はぁ、あ、うん、まあ、恋みたいな、うん。うん。そうですね。どうだろう。でもまあ、男性同士ですから。はい。まあ、なんだろう。ゲイ恋みたいな。はい。これってもしかして。ゲイ恋ゲイ恋なんだろう。どういう内容、エンドロール関係あるのか。いや、でもなんかそうね。あ、男の方が多分言ってると思うんだよな。言ってるというか。男が多分ちょっと金髪じゃないですか。はい、あ、金髪と黒髪。はい。そっか。金髪の方が、そうか、動揺して。恋地獄とかね、どう？あー。かっこいい BL のワールドいくと。恋地獄。確かに、なんだろう。文字数とか3文字ぐらい。まあ、そうね。あ、そうですね。あと、なんだろう、要は友達友情かと思ったら、え、もしかして恋愛感情みたいな。あ、ありそう！うん。じゃあ、恋地獄？恋愛感情？はい。これ、ね、正解お願いします。正解。え、これってもしかして、BL 映画何それ普通の映画に出たかと思ったら BL 映画だったっ。あー、なるほど。面白い。そっか。キャスティングされて。で、そこで、その相手役だった人を好きになってて。あー。あー、なるほど。はい、そういうあれじゃなかったけど。はいはいはい。そっか。ちゃんとじゃあエンドロールってタイトルとかかってたんだ。なるほどね。ちゃんと考えないと見ないで。ああ。言い方と間違えちゃダメですよ。チンツブっていう。チンツブ俺、これチンツブは聞いたことあるわ。有名ですよ。チンコのつぶやき。はあつぶやきチンツブのはずなんですよ。パンツの中に潜むチンコ。チンコだとでも、帯にかけないと思うんですよね。ああ。うん。確かにでもちょっとそのコメディっぽい。感じの漫画ですね。多分、まあ、読んだことないんだけど、はい、その、チンコは本音を言っちゃうみたいなキャラだと思うんですよ。あお前のことだろみたいな。はいはいはい、お前のこと嫌いだよ。好きみたいな。ほんとほんとそれ。読んだことない。チンコを好きって言ってよ、みたいなことだと思うんで、パンツの中に潜む本音。ああ。どっちなんだろう。可愛い子が、可愛い子って言っちゃったけど、その、可愛い子の方が、つぶやくんだと思うんで、パンツの中に潜む獣。ああ、うん、パンツの中に潜む、チンピ。腹立つな。珍しい秘密とか言って。はい。チンピか。わかんない。聞いたことない。チンピか。俺のバツバツバツが元気がない件について。ああ、極上の指テクで、なるほど。極上の指テクで。なるほど。そっか、まあ。指テクで。そう、バツバツバツは要は、そういうことですね。まあそうですね。男の。キビテクでの後の、ね、枕言葉ですから、はい、極上悪名しかない。なんだろう、まあ要はでも元気がないのを、要は奮い立たせる。極上悪名一本。キビテクで。極上悪名一本。なんだろう。極上悪名一本背負いで。お願いします。うん。まあ生き返ったとか。なあ、その元気ないのが。ああ、ありそう、それないよ、ありそう。正解。お尻隠してる。すごい。でかいよ、文字が。お尻隠せ。これ面白いな。いや、面白い。悔しい。イケメンすご腕マッサージ師と、おバカかわいい年下リーマン。多いな。お尻覚醒したんだね。なるほどね。お尻が確かにね。はい。ああ、確かに。考えなきゃいけなかったね。そっか。使うところと言ったら確かに。ね。バニーハッピークソライフっていう。ほうほう。うわ、やばそう。
チッチは、おにゃららやめ。完成。いい躍動感がありますね。クソってならさっきお尻覚醒があったんで、ちょっと、そっちなんじゃないかっていう。チンチンは、友達やね。ああ。うん。正直やね。ああ。チンチンは正直やね。そっか。僕逆に、チンチンは飾りやね。みたいな。チンチンは飾りやねありそう。お願いします。正解。チンチンは、天然さ。当てれるか。ずっと刺さってなんていけないっていう。そういうこと。敵やね。面白いや、尻の穴埋め。これ書いてるのは、原田先生っていう。はいはいはい。結構もう BL 界の奇才というか。ほー。かなりすごい人です。あ、そうなんですね。結構なんか表現とか、こういうそのパワーワードとか。うん、ああ、なるほど。もう生み出してる。出せる人、尻の穴埋め。書いてある。すごい。もう持ちつ持たれず、尻の穴埋めと書いてメンタルケアって。ギルドのつくもがみ。うん、ギルドのつくもがみ。デートについてたんだ、神様が。オナニーするはずが、ほにゃららだ。オナニーの対極で考えてもしょうがないですね。はい。セックスだったとかではないと思うんですよ。そんな甘いことじゃないと思うんですよね。そっか。まあでも、多分内容はあれですね。ディルドを使って、オナニーしようとしたら、ディルドに何かが宿ってた。そうですね。なんでしょうね。結婚とか。ああ、はい。結婚することにいいみたいな。うん、確かに。そうですね。運命の出会いみたいな。なんかそういう気がしますね。はいはい。何したはずが、神様と本番。ああ、いいな。ああ。いいな。もうこれだけでも話がわかりますからね。確かに確かに。オナニーするはずが神様と本番っていう漫画だもんね、これね。完全にわかるね。うん。わしは針型ぞ。好きなだけ行けばよいって感じ。結構なんか変わった設定の、ね、話とかも。うん。ですね。想像力がすごいですね。やっぱ結構非現実な、こういうことが他の漫画で多いのかなと思いますね。なるほど。はい。確かにエロ漫画よりも強いな。あれー。逆転プレイ主義。ふんふん。おやられたら。やられたらほにゃらら。これはやり返す。ですよね。そうですよね。で、ね、逆転っていうのと合ってるし。それしか。やり返す。はい。倍返しだ。まんぐり返しだみたいな。それ、新市民権さんです。やられたら、やり返す。まんぐり返しだ。お願いします。やられたら、倍返し。ああそうだ。そうだ。そのままでした。まんまじゃないかよ。やられた。こんなことがあるのかよ。理不尽な求愛者。殺人事件の犯人より、ほにゃららの方が重要だ。ほう。まぁ、ちょっと下にストーリーも書いてあるんで読むと、はい、まぁ、刑事が、かっこいい、うんうん、教授。教授と出会って、まぁ、多分捜査の一環で、ガリレオみたい。出会って、犯人のヒントを切らそうとしたら、交換条件を突きつけられて、というあらすじが書いてある。なるほどね。なんか二人の密室みたいな感じ。なんかそう、二人の、だけの操作の方が重要だみたいな。肛門の奥の密室の方が。はいはいはい。肛門の奥の密室の方が重要だっていう。操作線みたいな感じ。はい。前立腺みたいな。そうそうそう。前立腺の方が重要だ。みたいな。確かにね。そうですね。そういう。お願いします。はい。正解。君が同性かどうか。そうなのこの人。理不尽な求愛者ですね。君が童貞かどうかのが重要なんだ。怖い、ね、怖いな、ちょっとこの人ね。なるほど。全然その多分途中から刑事の仕事放置してる。捕まえてよ。俺たちは、運命力が足りない。俺たちは運命力が足りない。うん。チンポが入らないと、ほにゃらら。ああ、人類滅亡。ぐらいのね、運命っていうぐらいだから、でかい。チンポが入らないと、人類滅亡？チンポが入らないと、
あいつが未来に帰れないみたいな。ジャイアンに頼み込む。チンポ帰れないぞ。うるせえ。チンポ。そう、寝ぼけてね、空き地に来たら発展場みたいな。何言ってんだよ。もういい、分かった分かったよ。肛門を差し出す。いいですね。お願いします。了解。チンポが入らないと死ぬ。死ぬでしょ。面白い。死ぬんだ。なんでよ。これ気になりますね。読みたくなっちゃいますね。確かに。なんでそうなのか。ねえ。言えるはもちろん抑えてなかったんですけど、面白いですね。またなんかあったらね、ぜひ、やりたいですね。これ面白い企画でしたね。確かに。ではまた、ありがとうございました。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊るチンケな道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。